いやー、昨日リハーサルやって、その客席とステージの近さにまずちょっと引きましたね。やだなこの距離はって、久々なのに。まあ本当はね、最初だからマジでガチで普通にアコースティックだけでやろうと思ったんだけど、まあなんかそうなってくると多分俺らもつまんなくなってくるし、まあせっかくこういう環境でのライブだから、なんか忘れられないものにはしたいなって。まあだからなんかこう違ったワンオクロックをちゃんとこうまた見せられるようにというか、まあ大人なアコースティックなワンオクロック見せられればいいなっていう、そういう感じかな。ここにこの地べたに座るの？近っ。めっちゃ近い。緊張するわ。だって絶対すごい目で見られるじゃん、あの席に座ってたら。ガン見だよな。ガン見だよ、超やだな。嫌なの？やだ。だってすごい、あれ多分すごい気持ちで来るよ、みんな。そう。久々だし。そんな気持ちを俺受け止めきれないかもしれない。今回なりにまたこうやらなかったであろう、普通なら、ようなものがその時でしかやっぱこう起こりえないものってまああるんだなって思って。そうですね、まあだからそういう何か予測もしないようなことが起きた時にどうやって自分たちがその、まあ、自分たちなりの100点を出せるかっていうのはすごいやっぱり一番大切なことだと思うし、やっぱりちゃんとこうしっかりとした対策を持った上で打破していくっていうのは、まあ下手したらロックバンドとか俺らぐらいにしかできないんじゃないかなって、エンターテインメントバンドだから、そういうなんか自分たちの責任感みたいなのもあるし、やっぱりね、違うものには違うって言ってきたバンドだから、だからまあそういういろんなものをこう受け止めながら、自分たちもそういう環境の中でしっかりと自分たちの音楽を鳴らせるっていうことも一つ、まあぶっきらぼうに言っちゃうとロックンロールではあるかなって感じするし。満杯にしたいね。まあ、僕たちは止まってませんよっていうことをちゃんとね、言葉とか表現とかではなくて音でもって、まあ、伝えられたらいいんじゃないかなっていう感じかな。まあ、本当に久々だから、まあ、僕らもちょっと正直どこまでいけるのかわからないけど、まあ、全力を尽くして